おそらくね、ここから水を、旭川の水を汲み上げて岡山市の西側、まあ、西側緑道公園に流れている西側っていうのがあるんですけど、おそらくここからその川の水が流れてると思う。今日はですね、この川を下って岡山駅周辺西川緑道公園に行ってみようかなと思います。岡山市水道局美濃浄水所東門です。このね、水道局周辺、ちょっとね、複雑な、まあ、そんなにはじゃないですけど、ちょっとね、複雑な水路みたいな感じになってますね。至る所でなんか、水が交差してるような、そんな感じですね。ちょっとこの先に行ってみましょう。こちらがね、先ほどずっと通ってきた道なんですけども、ここで合流するみたいですね。たくさんありますね、水路が3つぐらい。こっちと北方3丁目でございます。大きな水路ですね。なんかこれが多分あの西側ですよね。これここからもはっきり大きな川というか緑道公園につながるのかなっていうイメージができます。で、ところどころのお家で、なんか石垣というか階段がありますね。おそらくね、ここで洗濯物をしたり、そんな感じなんでしょうね。こういうのもちょっと謎ですね。この2本のなんか石がありますけども、なんか建物なんかあったのかな。
うん、金属製のね鳥居神社で、この神社の手前に橋の一部がね、まあ、この大木によってちょっと斜めになってます。面白いですね。でちょっとここからずっとまっすぐ行ってみます。まあ、岡山駅から徒歩10分圏内ぐらいの位置です。南方、だいたいね、ここまで30分ぐらいの距離ですね。先ほどの始まりのところから。南方公園にやってきました。ちょっとなんかまた変わった雰囲気ですね。平和の翼、神聖な雰囲気もあるような感じですけども、この辺とかもね、岡山大空襲の被害となったエリアなので、ちょっと関係してるかもしれないですね。平和の翼と、結構ね、あの僕たちが見る西側っぽくなってきました。ここは岩田町っていう場所です。
近代建築的な感じの雰囲気のあるエリアです。結構涼しいらしい感じで、風も程よくあります。でこの先に行けばがっつり飲み屋街、西川緑道公園ですね。で、まあ、この公園なんですけどね、昔はね、小学校が
あったそうです。でこの目の前にあるのが多摩地橋です。この先がホタルの道っていう道なんですけども、なんかホタルがね見えるということで、僕もね一回だけ見に行ったんですけど、1匹だけ1、2匹ぐらい見かけました。やっぱいるんですよね。まあ、いるとしたらね、こういう場所にいます。でこの先に行けば、行ったらもう南中央町っていう、まあ、ちょっと落ち着いたエリア、まあ、中央町って言ったら飲み屋街のイメージあるんですけども、南中央町はまあそうですね、昼間はちょっとした飲食店があったりというようなエリアなんですけども、まあ、そこからそれを越えたら岡山大学の医学部とか、岡大病院とかまああって、でずっと行くともう普通の用水路になっちゃうというエリアで、まあ、ここまでが結構重要な、まあ、重要というかまあ西側、ザ西側みたいな感じですいう感じでございました。ぜひ皆さんも機会があったら行ってみてください。普通に行ったら多分1時間ぐらいでは回れる場所かなと思います。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。